院長を優先だって、何よりもこの伏せ直しを入念に行いませんと、後で輪郭きれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えて、まっすぐにするために、髪の毛に少々水をつけ、よく揉んで、一時的に柔らかくほぐし、まっすぐな髪の毛に直します。それを髪の毛にまんべんなくつけて